本日はポイント故障のためダイヤが大幅に乱れ、お急ぎのお客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。次は岩戸台。岩戸台です。この電車、辰巳ポートアイランド行き、本日の最終電車となっております。お乗り忘れのないようご注意ください。ようこそ。遅かったね。長い間、君を待ってたよ。
この先へ進むなら、ここに署名をして。一応契約だからね。怖がらなくていいよ。ここからは自分の決めたことに責任を取ってもらうってだけだから。確かに時は誰にでも結末を運んでくるよ。たとえ耳と目を塞いでいてもね。さあ、始まるよ。誰？この時間にどうして？まさか。待て。明かりが。到着が遅れたようだね。私は霧城満。この寮に住んでいるものだ。誰ですか？彼女は転入生だ。ここへの入寮が急に決まってね。いずれ一般寮への割り当てが正式にされるだろう。いいんですか？さあな。彼女は竹葉ゆかり。この春から2年生だから君と同じだな。竹葉です。他の寮と違ってここには男子も住んでいる。事情は機会があれば話そう。今日はもう遅い。部屋は3階に用意してある。荷物も届いているはずだ。すぐに休むといい。あ、じゃあ案内するんでついてきてください。この部屋だね。一番奥だから覚えやすいでしょ。何か聞きたいことある？え？署名？ちょっと聞きたいんだけど、駅からここまで来る間ずっと平気だったの？どういう意味って？その様子だと本当に平気みたいだね。ならいいんだ。ごめん、気にしないで。じゃあ私は行くね。さ、いろいろとわからないことあると思うけど、それはまた今度ね。おやすみなさい。
竹葉ですけど、起きてる？おはよう、眠れた？あのね、先輩に案内しろって頼まれちゃって、もう出られる？よかった、じゃあ行こっか。通学にはこれ使うの、モノレール。珍しいでしょ？特にここ、海の上進むみたいな感じで好きなんだ。学校があるのは終点の辰巳ポートアイランドって駅ね。聞いたことない？辰巳ポートアイランド、人工島の真ん中にうちの学校があるの。あ、ほら見えてきた。おはよう。おはよう。さ、着いたよ。ここが月光館学園の高等部。よろしくね。ここからは一人で大丈夫だよね。まず先生に挨拶か。職員室はこの先を左に。以上、ナビでした。あのさ、昨日の夜、じゃあね。ちゃんよね。2年生で間違いないわよね。結構転々としてきてんのね。Thank you.
ご両親は10年前。ごめん、バタバタしてて詳しく読んでなくてさ。私は国務課主任の鳥海です。よろしくね。おっと、元気ビンビンね。そういう女の子私好きよ。クラス分けも見た？あなたは私の担任する F 組よ。でもこの後すぐ始業式だから先に行動ね。案内するわ、ついてきて。諸君らの新しい一年の始まりにあたり、文筆品品光るの蓄音紙という言葉を紹介します。うちのクラス転校生がいるってよ。あ、お礼見た見た。おや、鳥海先生のクラスのあたりですか？たく静かにしてよ、怒られるの私なんだから。よっ転校生。なんだよ、んなびっくりすんなって。おいおい、自己紹介くらいさしてくれよ。俺は伊織純平。純平でいいぜ。実は俺も中2の時転校でここ来てさ。転校生っていろいろと一人じゃわかんねえじゃん。だから不安がってないかなってさ。まったく相変わらずだね。女の子と見りゃ慣れ慣れしくしてさ、ちょっとは相手の迷惑とか考えた方がいいよ。なんだよ、ただ親切にしてるだけだって。ならいいんだけど。なんか偶然だよね、同じクラスになるなんてさ。あなたも？おいおい、俺だって同じクラスだぜ。仲間に入れてくれよ。てか、二人って知り合いかなんか？初日から一緒に登校したって聞いてさ。レベル高いのが並んじゃって噂の的だったんだぜ。もうそういうのやめてよね。噂噂ってめんどくさいな。私はともかくこの子は転校したてなんだよ。いろいろ言ってかわいそうとか思わないのかな。じゃあ私弓道部の用事あるから行くけど、純平、この子に手出したりしないでよ。あの方、保護者か何か？ああ、言っとくけど、マジでやましいつもりは。なんか困ったこととか？うわっと、こりゃゆかりっち以上か。まあ、これからよろしくな。おおおお、あ、女子の部、新規入部。君か。
ちょっと出てくる。ん？気づいてるか、このところの新聞記事。ああ、それまで普通だったものがある日を境に急に口も聞けないほどの無気力症に陥る。最近流行りらしいな。記事ではストレス性ということで片付けられてるが。そんなわけあるか。絶対奴らの仕業だ。出なきゃ面白くない。相変わらずだな。なに、心配。まったく、秋彦のやつ。なるほど、彼女か。よう、こんばんは。私は幾月修二、君らの学園の理事長をしているものだ。幾月、言いにくいだろ。おかげで自己紹介はどうも苦手だよ。油断すると噛みかね。部屋割りが間に合わなくて申し訳なかったね。正式な割り当てが決まるまでまだ少しかかりそうだ。さてと、何か聞いておきたいことはあるかい？君を迎えるためさ、なんだかい？あ、竹馬君、そういえば霧城君は？はい、もう上に。いつもながら真面目だね。顔くらい出せばいいのに。他に質問はあるか？この寮の住人は君を含めて4人だ。ここにいる竹馬くんと、それから霧城くん、あと3年生の男子で真田昭彦くんという生徒がいる。一つ仲良くね。他に質問はあるかい？よろしい。じゃあ、良い学園生活を。私はそろそろ失礼するよ。転入したてはいろいろと疲れるだろう。早めに休むといいよ。体なんてグーグー寝てなんぼだからね。昔漫画にあったろう、グーグーなんぼなんちゃって。お疲れ様。どうだい彼女。先ほど就寝しました。今は眠っています、理事長。まあとりあえず見守ろうじゃないか。もうすぐ影時間だ。KJ プレゼンツ The Bay Happy Tuners、来週もまたこの時間にお会いしましょう。この番組は人に
永遠の快適時間、霧城エレクトロニクスの提供でお送りしました。0時です。彼女は平然と眠ったままか。毎晩0時になるたび訪れるこの影時間は、いわば格差、普通の人間は棺のような姿に象徴化してこの時間があること。じゃあ見ての通り眠ってはいるけど、あとは適性がというかあるんだろうね。餌食とにかく、はい、隠れてこんなこと。ようこそベルベットルームへ。私の名はイゴール。さて、ここは今から、あなたが契約。今はまだこれを。ここの住人は後ほど。また。ここ来たことある？放課後になるとうちの生徒が結構いるんだ。カラオケとか CD ショップとかあるし、あと美味しいカフェもあるからさ。クラブもあるんだけど、さすがにそれはね。君か。
どうだい様子は。昨夜と同じです。ふむふむ、やはり興味深いね。彼女たとえ影時間への適性があっても、初めはもっと不安定になるもの。記憶が消えたり、今までの誰とも違う実に例外的なケースだよ。でもなんかこれじゃモルモ…そう言ってくれるな。同学年で、しかも女の子がな、我々には。それは分かっ…こちら作戦室、秋彦か。すごいやつを見つけた。これまで見たこともないやつだ。ただ、あいにく追われてたな。もうすぐそっちに着くから、一応知らせておく。それ、奴らがここに来るってことですか？理事長、今日の監視はひとまずここまでに。我々は応戦の準備をします。頼んだぞ。大丈夫だ。それよりすごいのが来るぞ。見たらきっと驚く。面白がってる場合か。真田君、奴らなのか。はい、ただ普通の奴では。この揺れ、冗談でしょ。理事長は作戦室へ。竹葉、君は上にいる彼女を起こして裏から逃がすんだ。え、先輩たちは。ここで何としても食い止める。秋彦、連れてきたのはお前だ。責任は取ってもらうぞ。奴らの方が勝手についてきたんだ。まったく、何してる。早く行け竹葉。わかりました。してる暇ないの。今すぐここから出るから。とにかく急いでるの。1階の裏口から外へ出るよ。待って、念のためこれ持ってて。じゃあ一気に行くよ。よし、ここまで来れば。竹葉、聞こえるか。はい、聞こえます。気をつけろ、敵は一体じゃないみたいだ。こことは別に本体がいる。マジですか。ひとまず退却。なんか来る。上よ、上に急いで。鍵もかけたし、ひとまずは大丈夫かな。いた、屋上だ。なんだ、あの巨大なシャドウは。ミツル、行くぞ。待て。あれがここを襲ってきた敵、シャドウよ。そうだ、戦わなきゃ。召喚、私だってできるんだから。行くよ。
動いてる。来ないで。お目にかかりましたな。あなたは力を覚醒したショックで意識を失われたのです。ほう、覚醒した力はオルフェウスですか。なるほど、興味深い。それはペルソナとは、あなたがあなた様々なこんペルソナ能力とは、心を御する力。他者と関わり、絆を育み、あなただけのコミュニティの力こそが抑揚。さあ、あなたのいらっしゃる現実ではこれ以上、今度お目にかかる時ではごき。気分はどう？あ、ここは辰巳記念病院って言って、体の方は心配ないって。あ、ごめんね、でも驚い。シャドウのことね。シャドウは私たちが戦っている敵。それにあなたが使った力。大丈夫、後でちゃんと説明する。さ、いきなりでなんだけどさ、私もね、私のお父さん、小さい頃事故で死んじゃってさ、お母さんとも、あなたも、実は私だけ知ってるのも嫌だし、昔さ、この辺りで、お父さん死んだのそのせいらしいけど、父さんが勤めてたの。だからここにいれば、学園に入ったのも、最も怖くてあのありさまだったけどね。ごめんね。でもごめんね。待ってる間、今までいろいろ隠してたし、でも聞いてくれてありがとう。じゃあそろそろ行くね。目を覚ましたって知らせ。あのさ、女同士だし、その仲良くしようね。じゃあね。
ー